另类或是主流，有时实在叫人难以判断。此然一登场即获得了不错的评价，但是1987年发售的 Metal Gear 也只不过是非主流游戏平台上的一个二线作品而已。转眼17载岁月如流，光阴匆匆逝去，当年那个叫好却不叫座的二线游戏早已成为举世闻名的白金品牌，其间的变迁难免令人感慨。然而那位名叫小岛秀夫的天才制作人对游戏争取的不倦追求，以及其作品中闪耀的处处引人入胜的奇思妙想，却自始至终不曾有过丝毫改变。1987年7月，23岁的小岛秀夫推出了他加入库拉米公司后的游戏处女作，一个以近未来东西方军事对抗为背景的战争游戏。崭新的游戏系统、独特的世界观、峰回路转的剧情，构成了一部令人耳目一新的游戏。小岛的天才创意在此初露端倪。 Metal Gear 在推出后相当畅销，同时也得到了业内人士和玩家的一致好评，成了 MSX 平台后期最引人注目的话题制作。但在那个时候，自然还没有人想到这款游戏将来会达到一个怎么样的成就。以现在的眼光来评判，这第一部的小岛秀夫作品确实显得异常简朴，甚至可以说是简陋，但游戏的基调则是从这时起就已经确定了下来。实际上日后 Metal Gear 系列赖以成名的种种元素在初代中都已略具规模，正是这个容量仅仅为 128K 的游戏为 MGS 和 MGS2 奠定了辉煌的基础。时隔三年后 Metal Gear 2 Solid Snake 推出，这款作品延续了前作强调潜入的特征，采用了比前作更为复杂的系统，画面与音乐的增强也让玩家有耳目一新的感觉。地形雷达这一系列的经典设定也首次出现在游戏当中，使得游戏的战略性进一步加强。游戏的故事背景设定在1999年，世界面临着严重的能源危机。就在这时，天才的生物学家基奥·马尔夫博士的新发现为人类带来了新的希望。不过很快基奥·马尔夫博士就遭到了绑架，而这次绑架的始作俑者就是位于中亚的民主军事政权桑巴尔岛的神秘统治者。为了让这个世界的秩序重新恢复， Solid Snake 只身前往桑巴尔岛，他的任务就是营救出被困的基奥·马尔夫博士。这款在 MSX2 上开发的游戏在推出之后因为各种原因并没有受到市场的承认，并且这款作品也没有像前作那样向 FC 或者是其他主机进行移植，所以使得能够接触到这款作品的国内玩家实在是少之又少，成为全系列历史上的一款幻之名作。
生き方を選ぶのは私たちなのよ。名前はメタルギアソリッド。コナミ。彼女は何のために戦ってたのかな。スネークは何のために。生きて会えたら答えを教えてやる。名前はメタルギアソリッド。コナミ。インテグラル、それは完全なるステージ。小島秀夫監督作品メタルギアソリッドインテグラル、難易度全5ランク。コナミ。インテグラル、それは完全なるステージ。小島秀夫監督作品メタルギアソリッドインテグラル、難易度全5ランク。コナミ。インテグラル、それは完全なるステージ。小島秀夫監督作品メタルギアソリッドインテグラル、難易度全5ランク。コナミ。インテグラル、それは完全なるステージ。小島秀夫監督作品メタルギアソリッドインテグラル、難易度全5ランク。コナミ。インテグラル、それは完全なるステージ。小島秀夫監督作品メタルギアソリッドインテグラル、難易度全5ランク。コナミ。インテグラル、それは完全なるステージ。小島秀夫監督作品メタルギアソリッドインテグラル、難易度全5ランク。コナミ。インテグラル、それは完全なるステージ。小島秀夫監督作品メタルギアソリッドインテグラル、難易度全5ランク。コナミ。人の感性は今日と明日で違う。一度作ったものに手を加えるというのは過去を否定すること。でも時間を置かないと見えないこともある。メタルギアソリッドインテグラル、難易度全5ランク。コナミ。VR トレーニング最終形態、難易度全5ランク。さらに様々な新要素を小島秀夫監督が追加。完全版へと進化したメタルギアソリッドインテグラル。コナミ。1999年5月，在 MGS2 的故事纲要完成之后， MGS2 的制作小组便前往游戏故事的发生地纽约进行实地取材。与制作人小岛秀夫同行前往纽约的包括游戏的原画设定青川洋司以及公司的国际事务主管 Scott Dorff。 在纽约的三天时间里，他们针对可能会在游戏中出现的纽约著名建筑物进行了实地考察，并拍摄了大量的照片以供参考。为了能够在游戏中逼真的再现 Plant 篇开场处维拉扎洛大桥以及结尾处阿斯纳蒂尔冲入纽约曼哈顿岛的大破力场面，制作小组还特地租用了直升机来进行航拍，务求将真实的曼哈顿全景展现给玩家。Fatman 是早已确定将出场的敌方 BOSS 角色。为了能够更好地体验这名角色的特性，游戏的原画设定青川洋司还特地前往纽约市警察局体验了一把拆弹专家的感觉。在 Tanker 片与 Plant 片的开场处都有大量的海上全景，因此海上的摄影工作也是必不可少的一个环节。华盛顿大桥的每一个细节都被忠实的再现于游戏当中了。纽约的纪念堂是游戏最后决战的地方，因此小岛组对这个地方进行了重点拍摄。Solidus 从纪念堂房顶跌落到乔治华盛顿铜像脚下的这个场面，成为了 MGS2 里面一个非常值得回味的经典场面。
在纽约的这三天时间，就成为了随后 MGS2 展开制作的基础。1999年6月，游戏的军事指导毛利元征先生应邀前往制作小组的所在地，为制作小组展开了为期两天的必要军事知识讲座。为了能够让制作人员实际深切地体会到游戏要表达的氛围，毛利元征先生还组织全体制作人员展开了一次小型的实战演习，每个成员都可以在实战演习之前详细解说自己的观点和看法。制作组成员们的投入换来了 MGS2 里面对敌兵小队行动的高度模拟，成为了玩家在游戏中的最大阻碍。It has been 2 years since the Shadow Moses Island incident. New York was suffering unmatched environmental destruction. A tanker has sunk in Manhattan Bay, and tons of petroleum have poured into and covered the entire bay. A huge water purification plant called Big Blue Apple was built in Manhattan Bay to clean up the mess. However, even a year after the accident, there was very little progress in the cleanup process. The polluted ocean area is still being closed.The Navy Special Forces Unit, Dead Cell, occupies this ocean plant. The name of the person leading these men calling themselves Sons of Liberty is Solid Snake, the hero of Shadow Moses Island. Ironically, the occupation took place on April 30th, the day Washington declared independence in New York. If this plant were to be exploded, all of Manhattan Bay will burn up in flames. New York will suffer devastating damages. Moreover,The U.S. President was visiting the plant on that very day. Protect the President, prevent the explosion of the plant, and get rid of the terrorists. This secret order is given to Foxhound's new member with the codename Raiden. Raiden goes into the plant alone.
たスネーク、聞こえるかオタコン。ああ、僕だよスネーク、聞こえる。待たせたな。スニークポイントに到着。シャドウモセス事件の後、メタルギアの技術情報がブラックマーケットで密売されたよね。それで全世界にメタルギアの亜種が拡散した。今や核武装国にとってメタルギアは特別な兵器ではない。今回の新型はそれらに対抗するために設計されたものらしい。 I stare at the stars and the sky up above and think, what am I made of? Do you Which one of these will show? I can't say goodbye to yesterday, my friend. I keep holding on till the end. Out of the darkness, there is no other way. Than the light leading to yesterday.
足を大佐と共に沈め。久しぶりだな、兄弟。お前は？そう、俺だよ。モーションキャプチャーはアクターの各部にマーカーと呼ばれる反射する球体をつけ、その動きを検出データ化する技術。アクターの体や銃器、道具などにもマーカーがつけられる。銃器などは実際にゲーム中で使用されているもののモデルガンを使用したり、実在しないフォーチュンのレールガンなどはスタッフがモデルを作成した。
また動きを取る前にアクターの初期状態のマーカーの位置の記録、初期設定のためにキャリブレーションを行う。モーションキャプチャーには小島監督をはじめとしてモーション班やデモ班が立ち会って行われた。モーションキャプチャーの前にはアクターとシーンの確認を行う。絵コンテはもちろんマシンも持ち込み、実際のゲーム画面を確認しながらキャラクターの対比、そのシーンでの立ち位置、移動の仕方などを説明、細やかな打ち合わせが行われる。スタントマンであるアクターがファストロープを行うシーンは非常に緊張感のある現場となった。なかなか OK テイクが取れず、何度もリテイクを繰り返した。実際のデモ上では落下距離がさらに必要だったため、キャプチャーデータをツール上で編集、約10メートルほど落下させた。バンプが片手で大統領を持ち上げ連れ去るシーンでは、最初は倒れている大統領にも協力してもらって担ぎ上げる形でキャプチャーを試してみたが、いまいちしっくりこなかった。そこで次は持ち上げられる大統領をワイヤーで吊るして撮影した。実際に撮影困難な動きは、さまざまな機材や工夫を行ってキャプチャーデータ取りが行われた。ハリアーやヘリの揺れを同時にキャプチャーするため、クッションの上のセットやキャスター付き平台を使ったが、うまくいかなかった。後日大きなスタジオでの収録の時に、スタジオ内のゴンドラを利用した大掛かりなセットで撮り直しを行った。ツールの画面で確認できるが、アクターが乗っていた台の動きをハリアーやヘリに同期させて同じように揺らしている。そしてモーションキャプチャーデータが制作スタッフに届けられると、モーション班でデータの細かな修正が行われる。体の動きに合わせた指、微妙な表情芝居など、センサーでは感知しきれなかった細かいデータや動きを修正する。その後デモ班で動きの入ったキャラモデルを使い、カメラワークなどを決めていく。その位置で回るんだ、ゆっくりな。雨が止んだ、この国も捨てたもんじゃないわね。その位置で回るんだ、ゆっくりな。雨が止んだ、この国も捨てたもんじゃないわね。メタルギアソリッド2ではキャラクターの表情や口パクなども表現しているため、音声収録時に声優さんの顔の表情や口の動きに関する記録を行った。また音声に合わせて自動的に口パクが行われる機能を入れるため、声優さんに音声認識のサンプル用にシナリオ読みなども行ってもらった。日本語では P の音を使う機会が実に少ない。スネーク、ハンドガンを手に入れたね。ああ、USB だ。奴らがメタルギアを。状況が変わった、もう単純には行きそうもないよ。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。確かにソリッドスネークは死んだ。だが奴はここにいる。生きていたのか、あるいはもう一人か。今世界は再び核軍拡の道へと進もうとしている。諸君も知っての通り、その契機となったのは、ジョージ・シアーズ前大統領在任中に起こったあのシャドウ・モセス事件だ。メタルギア・レックスと新型核弾頭開発の事実が暴露された上、そのデータが何者かによって盗み出され、世界中に流出した。我が国の政府軍部内に、己の利権のために国策を我が物とする勢力が厳然として存在するのは事実だ。このメタルギア令はそれら勢力に対抗し、彼らの意図をくじいてこの国をあるべき方向に戻すという役割も負っている。シャドウ・モセス島で行われていたメタルギア・レックスの開発は、 NMD 技術の他国への流出によって
将来起こりうる核抑止力の減少に備えた一手だったとも言われている。そうだとするならば、それは将来的に発生する莫大な利益と権力を確保しようという一部軍需産業と軍部による目論みがあったことを意味する。我々がここにいるのは我が国を蝕むこれら腐敗や淀みを一掃するためだ。例の完成とともに戦場は新しい時代を迎えるのだ。諸君は我が国の未来を背負っているということを理解しておいてもらいたい。テロリストたちはサンズ・オブ・リバティと名乗っている。そしてそのリーダーの名はソリッド・スネーク。私はフォーチュン、戦場で幸運を使い果たす女。そして死を拒絶された女。さあ私を殺して。死なんさ、まだやることがたくさんある。俺たちは政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意思で戦ってきた。いい演説だった。さすがは海兵隊司令官、話がうまい。何者だ。だがそれだけだ。新型の性能はよく分かった。こいつを奪うつもりか。奪う。返してもらうのだよ。
久しぶりだな、兄弟。お前は？そう、俺だよ。リキッド、リキッド。第43代大統領ジョージ・シアーズ。だがそれも単なるワークネームに過ぎ、奴のコードネームはソリダス・スネーク。固体でも液体でもない金星の取れた傑作。彼らは戦ってはいけない相手なんだ。私の息子、何もかも私が教えてやったのだ。お前は？名前などない。お前と同じだ。I stare at the stars and the sky up above and think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? Or am I filled with love? I walk by myself on the streets below and ask every child I know, do you think tomorrow will bring sun or rain? Which one of these will show?僕らは伝える義務がある。子供たちに。何を？我々人類の間違い、過ちを記憶して伝える。
そのために生きる。お前はくたばったはず。恐怖に屈した時、闇に引き込まれる。では俺の好きなようにする。やっと会えたわね、ソリッドスネーク。お前の親父をやったのは俺じゃない。茶番はおかしいものだ。もっと大切な人、これは私のお守り。ボスは一人で十分だ。その腕では現役引退だな。2001年10月19日 MGS2 终于制作完成。来たな、今音がしたよ。来たよ。さあ、なんかいっぱい書いてあるぞ。本日をもちましてメタルギアソリッド2の動作チェックを終了いたします。お疲れ様でした。終了報告書と、チェック終了報告書来ましたので、日本版無事終了ということで、あとプルーフがありますけども、とりあえずは制作も終了ということで、お疲れ様です。制作周期长达3年8个月的 MGS2 开发工作终于告一段落，制作小组的全体成员都为此而感到欢欣鼓舞。MGS2 的完成不仅标志着该系列从此迈向新的纪元，对开发小组的成员而言，更重要的是，在忙碌了这么久之后，一个长达一个月的带薪长假终于到来了。小岛秀夫和他的小岛组终于可以好好休整了，而等待他们的则将是更为艰苦的挑战。メタルギアソリッド2知ってる？僕は知らない。いいや、知っている。全世界で600万人は知っている。メタルギアソリッド2予約開始。僕は知らない。コナミ、これ世界の基本です。世界で600万人に愛されたやつが帰ってくる。メタルギアソリッド2、11月29日発売。コナミ。君に残したいものが僕にはある。メタルギアソリッド2サンズオブリバティ、好評発売中。コナミ。あっちだ。超本格かくれんぼメタルギアソリッド2。あ、部長日記プレイステーション。
Freeze. 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 Move. Congrats, Snake. There's somebody there.
there. Nothing here. Freeze.
何様のつもりだ。また車泥棒か。違う、潜入任務だ。ここは都会じゃねえんだからよ。ここはジャングルだ。蛇でも食らいな。2004年。
hard to miss when you're this close. Toss your weapon over here. Slowly. You're a fool to come back here. Stupid man. A lady sniper, huh? Don't you know that the majority of the world's great assassins are women? Do you want to die now? Or after your female friend? Which will it be? I'll die after I kill you. Is that right? Well, at least you've got spirit. I am Sniper Wolf, and I always kill what I aim at. You are my special prey. Got it? I've left my mark on you. I won't forget it. Until I kill you, you're all I'll think about. Take him away! Nice try, Snake!
name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! We hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Dangerous than a jackal! Not yet, Snake!
Are you okay? Snake! If he's dead, that means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight.